こんにちは、ドクター清です。今回は男性の整形に関する動画です。最近何かと話題に上がる綾野剛さんですが、憧れてる人も多いんじゃないでしょうか。今回はですね、どのような整形をしたら綾野剛さんみたいなお顔になれるかに関して詳しくお話していきますので、ぜひ最後までご覧になっていただいて、チャンネル登録をよろしくお願いいたします。こちら、綾野剛さんのお写真ですね。皆さん気づきました？実はそんなにね、かっこよくないんですよね。ファンの方にはすごく申し訳ないんですけど、病院科的に見ると、的に整ってる顔とは言えないですね。演技がすごく上手ですし、スタイルがすごくいいので、かっこよくて、オーラは絶対あるんでしょうけど、細かく見ていくと、そんなにかっこよくないっていうのが、美容医科的な見解ですね。細かいパーツ見ていきましょう。まずは輪郭ですね。ややベラが張ってるかなっていう感じなんですよね。下顎の骨が張ってる感じなので、骨切りとかするともっとイケメンになるとは思います。上から見ていくと、眉毛の出っ張りがちょっと出てますよね。眉毛が出っ張ってるので、ちょっとゴリラっぽい印象がある。ちょっとまぶたが厚ぼったいですよね。奥二重なんですよね、王さんって。あんまりパッチリしたいの印象はないですけど、切れ長でね、味のある役を出してると思うんですけど、単体で見るとちょっと厚ぼったくてですね、すっきりした目じゃないですよね。こうして整形をしてあげて、すっきりした目元にすると、よりイケメンになるとは僕は思います。今回のお題はですね、一般男性がどういう風にしたら綾野剛さんみたいになれるかっていうところなんですけど、綾野剛さん自身もこれ、前下切開とかすれば、もっとね、すっきりした二重になるかなと思うので、やってもいいかと思いますね。綾野剛さん、クマがあるので、クマ取りとかしていただけるとね、いいかもしれないですね。ほうれい線も人並みにはありますし、陣地がちょっと長めですよね。ビチュー、もうちょっと下に出てると、陣地短く見えて、よりかっこよく見えるかもしれないですけど、陣地が綾野剛さんがちょっと長いんだよっていうのはね、意外な事実ですよね。って感じでですね、結構直した方がいいとこがあるのが綾野剛さんの顔の特徴ですね。とは言ってもですね、総合的に見ると綾野剛さんやっぱりですね、憧れてる方も多いでしょうし、相当女性にモテると思いますね。一般男性がね、どうやったらこんな顔になれるのかっていうのを、今回詳しく話していきたいと思います。このフリー素材の男性、こちらの方を整形して綾野剛さんに近づけてみたいと思います。多分ね、綾野剛さん顔想像ちっちゃいと思うんですよ、ね。だから、脂肪吸引とかをしてですね、顔ちっちゃくした方が近づけると思います。上から見ていくと、眉毛のアートメイクですね。この方、眉毛薄いですから、幸いね、眉毛の出っ張りは結構あるんですよね。綾野剛さんに近いっていう意味では、アートメイクするだけで十分だと思います。あえて厚ぼったい二重にする。結構難しいんですけど、どうしてもっていうんだったら、ちょっと眉尻が上がってるんですよね。だから、二重の外側の方にボックス打ってあげると、眉尻が下がってですね。あえてちょっと重たくすることによって、近づけることができると思いますね。あとは、剛さん結構涙がぷっくり大きいので、涙袋にもケアとか入れてあげるといいと思いますね。次、鼻に目を向けるとですね、フリー素材の方はちょっとかっこいいんじゃないかなと思うんですけど、剛さんは鼻の皮膚が結構薄そうですよね。よく見ると、軟骨の形がちょっとね、透けてるというか、鼻筋とか高さって意味では僕はフリー素材の方がかっこいいと思うんですけど、あえて近づけるんであれば、皮膚の質は調整できないので、一つのね、骨切り幅寄せ、ここを切ってね、幅寄せして細くしてあげると、剛さんに近づくんじゃないかと思います。あとですね、剛さんね、若く見えましたね。40歳に見えない。これは頬がふっくらしてるからと思うんですけど。フリー素材だと頬こけてるんですよね。頬骨の下がこけてることによって、頬骨が出て見えるので、頬骨の下の脂肪注入とかしてあげると、ふっくらしていいと思うんですね。まとめますと、頬と顎下の脂肪吸引、ジョールパッド除去ですね。顔がちっちゃいって芸能人の特徴だと思うので、頬と顎下、ジョールパッドを取ることによって、顔をちっちゃくする。頬のこけてる部分には脂肪注入の方がいいですね。ここ入ってふっくらしてる方が顔がちっちゃく見えますし、若く見えるので、頬の脂肪注入。続いて、あえておでこをね、閉じて、まぶたを重たくするため、額のボトックスを入れたという。あとは眉毛のアートメイクをして、キリッとした眉毛をしてあげると。こうさ、涙袋がね、大きいのが優しく見えるので、涙袋も足したい。鼻に関しては、鼻骨の骨切りして、ここをね、細くしてあげると、こうさんみたいな感じになると思います。今紹介した施術を組み合わせますと、一般的には合計金が出て120万円ぐらいになると予想されます。内訳ですけど、頬、顎下脂肪吸引が出て25万円ぐらい、ジョールパッド除去15万円ぐらい、額の脂肪注入30万円ぐらい、額ボトックスが1000円とか1万円とか。アートメイクが5万円ぐらい、涙袋ヒアルロン酸が2万円ぐらい、尾骨の骨切り結構差が大きいですけど40万円ぐらい、最低120万円ほどで一般の方が綾野剛さんみたいになれるということですね。ということで今回はですね、綾野剛さんみたいになるにはどういう整形をしたらいいかに関してお話していきました。綾野剛さんも実は本当にパーツが完璧ってわけじゃないので、もし綾野剛さんも整形した方はぜひお願いします。当院ではですね、お客様の理想の顔に合わせてですね、提案させていただきますので、ぜひいつでも無料カウンセリングにお越しください。今後もこのチャンネルでは美容に関する投稿をたくさん上げていきますので、ぜひチャンネル登録、高評価ボタン、インスタグラムアカウントのフォローをよろしくお願いします。コメント欄で動画への感想や質問をどしどしお待ちしております。それではまた次の動画でお会いしましょう。さよなら。